どうもベタです。パーソナリティいきたいと思います。はい、本日は香川真司ね、自前で用意することができるようになりましたので香川真司、使ってサクセスやっていきたいと思います。出来の方は、香川水着の朝青葉、霧雨、桜葉で今日はねシルバー、使っていこうかなと思っております。でバッチの方はね、今回技術稼げるということでゴールでオフェンス上限テクニック上限を上げていきたいと思います。はい、ではやっていきましょう。でとりあえずまずは青葉の評価上げていきたいけど青葉いなさそうなので桜葉の評価上げていきます。青葉からの自己紹介来てくれましたね。じゃあ青葉しっかりと練習に来てください。踏んでねささっと評価上げていきたいです。あれいねえや、いないので、まあとりあえずメンタルいってこの後青葉埋めるように、まあ2回ね踏みたいんですね、できればね。で青葉いない、じゃあもう一丁メンタルでいいかな。はい、次メンタル以外にね青葉が来てても普通に踏みます。普通に踏んでいきましょう。あれいねえじゃん、じゃあもうメンタルでいいよ。哲学始まるんで体力マックスでいきます。はい、今回ね、筋力バナが少ないということで勇敢、まあいつも勇敢なんですけど勇敢でやっていきたいと思います。はい、ゲームスタートやっていきましょう。でとりあえず初手なんですけどもまあメンタルでもいいかな、まあ、テクニックでもいいですよね。まあとりあえず2人ずつなんで、まあ、とりあえずメンタルいっていきます。あー回復もったいない。今回ね回復すごい入れてるんですよ。霧雨3回で香川が2回で水着の朝が2回でそれだけか、あれそれだけだっけ、シルバーない桜はない、あ青葉が1回8回、計8回回復あるので結構回復は踏めるはず。で、あとはうまいこと、ね、タイミングがハマってくれるかくれないか、それが大切です。はい、青木くん1でーす。まずは1人。はい、やめさかー。あれこれ青葉踏むのありだな、ディフェンス行こうか、あオフだね、オン行きましょう。 OK 27% 終わりました。そして青葉回復が欲しいです。まあそうですよね。お、霧雨が回復してきてくれてましたね、来てくれた。でここはさすがに休もうかな。まあ 47% 逃走 OK ナイス、いいよいいよ。そして1人にしておきたい、よく休もうか、これはさすがに休もう。あーでもメンタル結構いい感じに来てますね。じゃあこれはメンタルオン、メンタル踏んでいきましょう。オンでいいよな、オフは桜葉が微妙だからオンでいきましょう。はい、シルバー福井目の方ですね、割り勘にするで福井目も起こします。あ、これもメンタルでいいね。関くんと相葉くんに近づけておきましょう。で、霧雨がもう済んじゃってますね。金属目2個目済んでいました。なのでオフェンス振っておきましょう。さすがに休もう、これはさすがに踏めないわ。で、青葉さん、はい、回復ですね。では、セクニやっていきたいと思います。スピードかな、はい、スピードいってきます。で、香川のうどん、なんかどれか当たりとか作ってほしいな、香川のうどんね。
どれかたまにセンス丸引けるとか、まあセンス丸は言い過ぎですけど、なんか経験ってもらえるとか、そういうのも面白いですよね。はい、メンタルいい感じです。オンメンタルがいい感じに来てくれております。そして、あ、メンタルいいね。今回結構メンタルに温まってくれてる、ありがたい。青葉さんの評価そろそろ上げて巾着で発動させておきたいんですけど、まあこれはメンタルでいいでしょう。で、香川もったいない、回復のコツ。もったいないな、怪我もしてないし爆弾ついてないし体力も全開。あずさももったいない。とりあえずこれはテクニックの方がスピードでね、青葉さんの評価を上げるのがいいですけども、はい、キリサメ成功してね。オッケー、いや、マスゲットでーす。コツ2ですね。で、これはメンタル、小暮くんがいるのでメンタルいっておきましょう。オンメンタル。はい、シルバー、これは上でアシストのコツでももらっておきますね。下チームプレイなんで、まあ、とりあえずアシストでいいのかなと思います。はい、まあここもメンタルですね。まだ堀場くんが、ね、出てきてないからちょっと面倒くさいけど、まあこれはオフメンタル、オンか。はい、オンメンタルいきまーす。いや、青葉成功しろ、受けるな、オッケー。で、これでスピードスターはコツ3で、ダッシュもコツ5です。あー、これもメンタルでいいかな。メンタル行こうか。オフでもいいんだけどね。どうするか。オフで行こうか。オフで青木くんと秋山くんがね結構いい感じに来てますので、これはオフで行きます。はい、鉄をピッチ。で、ここはまあスピードかな。オンスピードとこか。小暮くんにさせていきたいからね、早くにね。あ、オフでよくね。オフでいいな。オフでいこう。いよいよ斜めっていうのね、ちょっとオンじゃないとうまいこといかないんで、まあとりあえず立ててもいいよ。で、香川の金額は走り出します。で、シルバーの金額も走り出した。で、ここはメンタル、メンタル、オンメンタルで堀場くんと戦っとくのありだね。ささっと能力を上げておこう。とりあえず精神高めてね、スタミナ上げておきます。はい、では戦っていきますね、堀場くん。1回目。さあ、あと2回で堀場くん倒すっすね。3回で倒していきたい。で、サクラバーで、ここはね、メンタル来てほしいんだよな。体力回復来てほしかったけど、まあ来なかったから。いや、メンタルか、微妙だな。踏むか、休むか。香川の企画は進みました。あと1回ですね。で、ハードワークゲットです。まあ、香川でもね、ハードワークもらえるんですけども、それは取らずに回復のコツの方が、まあ、これがあるからね、いいのかなと思います。はい、スピードですね。オフスピードいきましょう。まあ岩渕くんしんどいけど、まあこれはいいでしょう。岩渕くんはまあまだ近いから。関くん遠いんでオフでいいです。で青葉さん行くのはありだけど、これは堀場くんもありだな。能力上げますね。
で、ではオンメンタル堀場くん2回目です。あー無理かな、3回ではちょっと厳しいだな。さあさあさあ、ではセク2終わりです。セク3やっていきましょう。で、七夕はまあ体力回復でいいですね。体力回復でいいです。とりあえず体調健康健康に。でもってでもってでもってメンタルでもいいけど、おお3タッカーでもオフしょぼいな、しょぼいな。はい、おめん直せ。あーもう1回か、4回。堀場くん残念ながら4回で、サック、香川、はい、バイタルブレイクゲットです。香川はね、きっと結構成功してくれるんでありがたいですね。確定ではないんですけども、成功はしてくれるのでありがたいです。で、これは桜場で遠いので、オンメンおー、微妙か。オンメンタル一気にしましょうか。はい、で、秋山、中山、中山でいいかな。カウンターコスト、精神もらっておきます。で、矢部坂くん、うん、体力回復、体力マックス。で、これはあー、微妙だな。これはメンタルで青葉さん。青葉さんの評価上げておきたい。有本くんもこれでいいんじゃないかな。中山くんも1。で、ウィルくんも完全1です。で、桜川がね、ちょこちょこ近づいてます。で、青葉さんワンチャン練習後イベント来れば自分、評価の方を一回ね、来てください。青葉の評価ね、さっさと黄色にしたいんですよ。さっさと黄色にしたい。おお、来た、ナイス。ではもちろん上ですね、評価できます。これで足りましたね。 OK、 もうこれで青葉は心配する必要はない。で、今だって大事。で、とりあえずちょっと能力を取っておきますね。で、テクニック取っといて、あ、パワーする。あ、でかい、これは不毛、これは結構でかい。桜場がね、赤い枠までは入ってないんでちょっとしょぼいんですけど、これはオフでいいですね。で、暑さ回復でーす。でもってこれはオンオフェンスでいいかもな。うん、そろそろ堀場くん倒してみたい。一応能力振っときますね。まあまあこんな感じかな。はい、ではオンオフェンスいきます。はい、堀場くん撃破です。 OK ですね。で、関くん、テクニックでいいかな。うん、はい、桜庭も1です。あとは関メンタルでね、来てくれると助かるんだけどね。オフ面とかで、オフ面とかで来てくれると助かる。あー、ここじゃない、ここじゃなかった。まあでもタイエースのコツはもらっておきましょう。はい、あずさ今日は遅いね。じゃあここ一回休んでおこうか。はい、シルバーゾーン成功。まあ、シルバーね、結構ゾーンを成功してくれるイメージがある。ありがたいことにね。はい、そしてこれはメンタルでもいいかな。あ、でもテクニックもいいな。あー、
でもメンタルか、さすがにメンタルか。岩渕と堀場がいい感じに来てくれる。こっちは桜庭と堀場かな。まあこっち行こう、テクいく。やっぱタックの方が、ね、進みやすいんでタックいってきます。はい、ウィール君。で、これは一回休もうか。あー、ディフェンス見たいな。まあメンタル踏んどくか、うん、最後の方だから。もう踏んどきます。岩渕君も近づけてきます。はい、これはウィル君でフィジカルのコツが欲しいな。で、これは休もう。はい、青葉さん筋力名称いただきます。で、アズさん OK です。問題ない、全然問題ない。で、これは関君ナイスですね。オフメンタルいってみましょう。いい感じに来ております。はい、これで全員哲学1ね。哲学1はいたしました。5だ、大一番 OK、ナイス。3点取らなかった。でもってね、これはオフェンスですね。オンオフェンスでいいですね。オフじゃないですね。関君を近づけておきたいのでオンオフェンスいきましょう。はい、ではセクさん終了。8257。はい、体力回復ナイスです。で、ここメンタル、あ、メンタルいるやん。メンタル行こう。これは次からね、ゴーダ君が始まってしまいますので、メンタル行っておきます。そして、あ、究極一致狙える経験っていうのがいいんだよな。まあでも究極一致できるならやっていこう。できるならやっていこう。まあ、ちょっとゴーダ君がサボりそうなので、まあ、多分できないとは思うんですけど、最近ね、ゴーダ君がサボりすぎたんですよね。それが本当につらい。で、能力はね、しっかりと振っとかないといけない。ここから戦いが始まるので、能力振っときます。はい、これでいきまーす。で、ゴーダくんが早速サボってますね。早速サボってる。じゃあオフのディフェンスでいいや。ないといけないんだろうな。はい、ゴーダ君あと2回で倒してきましょう。あー、でもゴーダ入れたらこれはオンオフェンスですね。オンオフェンスいっておきましょう。そしてドリンク使ってきますね。はい、ではオンオフェンス。はい、ゴーダ君、そしてあと1回で倒させてください。
まだ合田君がまだサボり1回ぐらいなんで究極1はまだ狙えるかなとは思います。で筋力でもなでかい、あでかいタク来た。合田君はいるけどもういいや、でかいタク踏みます。まあ、これはね、踏んどかないと後々きつくなってしまいます。ボーダーの究極一致より絶対こっちの方がいいから。で、桜庭終了です。で、ゴーダーくん、ゴーダーくんいるけど、もういっかな、ゴーダーいっか、ゴーダーいっかなと思い出しました。これは、ゴーダーはスルーします。いいです、でかいタック狙っていこう。はい、オフディフェンス。で、ここで、ゴーダ倒すのはしたいんでね。倒すのはしたいので、これは倒しておこう。オンオフェンスで倒しておこう。で、中山くんもこれで OK なんですね。倒すだけ倒しておきます。はい、OK、究極1。究極1で1。とりあえず倒せますか。はい、実力1で、あと、あ、堀場くんのテンション上げとこうか。で、もって、能力振ってきますね。溢れないように能力振っておきます。桜間のテンションを上げときたいんだよな。桜間のテンションを上げるためにやべさか行く、まあ、堀場くんを終わらしに行くのもあれだけど、まあ桜間のテンションだね、これは。うん、オンオフェンス行っておきまーす。で、試合ですね。試合多分スタメン出れるとは思いたい。はい、やべさかダッシュ。はい、サクッとピッチャンでやっていきます。やります。はい、無事勝てましたね。 3-0 で終了です。でもってでもって、とりあえず、あ、オフェンスオンオフェンスでいいかな、これはね。ドリンクちょっとやばいですが、あ、これ、まあ次来るやろ、次堀場くん来るやろ、ここまでいいや。体力消費ちょっと抑えておきます。ドリンクがないので体力消費を抑えておきます。で、次、あー、堀場くん踏めねえじゃん、マジか。まあこれオフで行こうか。本当はね、ここオンなんですけども、オン面なんですけども、まあある程度のタック出るから、これはオフで踏んどきたい。堀場が完全一致するよりこっちの経験値稼げるから。はい、次こそオン面だ。あ、ダメだ、これ踏まないと。いや、もう堀場はいい、もうスルーする。堀場はスルーする、堀場はスルーしてもういいです。で、ここで一回休もうか。ここで一回休ませてもらって、休むしかないんでね。桜庭くんのテンション上げたいところ。桜庭くんのテンションをまず上げたい。で、タック来ないんかい。じゃあ、とりあえず桜庭のテンション上げていきますね。はい。で、能力振っていかないと精神が溢れちゃう。精神が溢れちゃうのは困っちゃう。はい、まあこんなところですかね、こんなところです。
はい、無事終わっております。まあ、得点は取れなかったんでね、ちょっと経験値が低くなってますね。はい、わー、最後、まあ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 って感じですね。はい、では能力を振ってまいりましょう。で、経験点的には多分1万6000点ぐらいになるんだろうな。まあ、試合がうまくいけばですけど。なんか最近ね、やってるとね、メインやからサブバカなんか爆発しやすいんですよ。得意練習的には絶対メインの方がいいんですけど、運が違うのかな。うん。まあ仕方ないか。まあこんな感じで、試合やっていきましょう。これでいいかな。はい、終わりました。一応1点は入れたので、まあ満点は取れたのかな。1点入れて PK 戦でした。はい、では青葉さんリードスターリング、そして経験点いくらぐらいいきましたかと。まあディフェンス入れなかったらね、青葉で足りるんだよ。1万6000個。まあとりあえず、振ってまいりますね。はい、振ってまいりました。まあ香川普通にタックは来てます。まあ得意練習頻度3なんで強い強いです。やっぱりね、解放しなくても強いので、まあ自前で37になってるんでね、それもこれからも使っていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。本日は以上とさせていただきます。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよならー。